さっきの質問とすごい似てるんですけど、はい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 、はい、さっきと逆バージョン、逆バージョン、いかいかいか、スーツというのはガリガリ、短足には辛いものがありますけれども、まあ、ガリガリや短足でも似合うスーツっていうのはあるんですか、ね、あるよそんな、うん、あ、俺さ、アンさん聞かないからね、で、あえて言えば、はい、フルオーダーで体型カバーできるようなカットで作ってもらうしかないかもと、うん、でも完全に解消はされないですね、短足は何とでもごまかせそうですけれども、まあ、怒り方とか痩せすぎの上半身っていうのはスーツは合わないですねと、申し訳ないですが、規制では着られてる感が解消できないです。この人規制を言うてはんの、うーん、まあ規制とフルオーダーでちょっと重たいですね、うん、どういうことこれ、まあ、規制とフルオーダーで比べてはる、あ、この人だから別にどっちでもいいやん、どっちでもいい、うん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 、質問者はどっちも言うたら、この僕のそのガリガリで短足やっていう体型でも、うん、スーツを着るのって不可能なんですかっていう、その、あ、似合うスーツっていうのはあるんですかっていう、あるよそんな、うん、あるあるですよね、うん、規制でもあるよね、ガリガリのもあるよね、うん、だってガリガリの人ってだいたい大きめ着たいやろ、そうそうそうです、うん、そう、それがわかんないじゃないですか、うん、意外にこう、あ、逆の発想するからね、そうそうそう、あ、ガリガリ、あ、ガリガリの人かな、それが多分、お、あれガリガリの人って基本的に言うたら肉がないから、ええ、同じサイズで履くのにちょっとみんな大きめ履いてはんねん、うん、うん、でそうだった時にお腹の肉のある人は同じちっちゃさでもちっちゃいって感じるとこでも肉があるから座れんねんな、うん、スーツのボディやるやろ、はい、服着てつける、ああ後ろのあるボディ、はい、あれメジャー7でぴっちゃり測って、うん、そのままのサイズズボン着てて履かれへんから、うんうんうん、肉がないから、うん、ああなるほど、うん、動きますからね、そう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 ね、うん、これガリガリの人のうちに来て質問じゃないけども、もう全然 OK やな、うん、全然、むしろ若い方そういう体型の方の方が多いと思います、あえて言えばフルオーダーで体型カバーできるようなカットってどんなんだよ、フルオーダー、フルオーダーで体型カバーできるようなカット、うん、丈ですか、着丈、うん、なんかこういう書かれ方すると難しいね、なんかその、うん、こうなんかラインの引き方とかそういうことを言うてるんですかね、なんかよう分かりませんけど、うん、でも完全に解消はされないですね絶望的な文章書きはんなこれフルオーダーでも無理ですよ、フルオーダーでも無理ですって言ってますからね、すごいなそんなことあらへんやろ、うん、思いますけどね、うん、別に短足なんて別に関係ないですけどね、あ、短足嫌なんやっぱり、あ、コンプレックスがあんねんなやっぱり、うーん、かもしれないですね、だと俺もだからあるある、顔が大きいからなるべく肩幅ちっちゃいの着ひんもんな俺、でかいっすか、でかいよ、もうですか、うん、1週間に1回顔でかいなって言われんのまあまあな頻度で、うん、電車乗るやろ、はい、で知り合いに会うやろ、ええ、お、びっくりした、階段の向こうから俺顔が歩いてきたかなって言って顔が相当うんすかね、なるほど、だそれは別に補正って言って補ったらええやんか、うん、そうですね、な、別にだからほんまに短足が嫌やったらシークレットブーツ履いて裾広げたってめっちゃ、うんうんうん、高くしてブロックみたいにしちゃったんやん、うん、いやーでも究極そうやと思いますわ、うんうんうん、作ることできるもん人の体、うん、十分できますね、はい、な、上着の長さ短くしてあります今、うん、もうちょっと優しい言い方できるのかなこの、うん、ベストアンサーの人、うん、うん、大きめ着たんやな、そのために背広はつく、はい、な、立体的に見せるように作られてんねんから、うん、ねっ、あれ似合わない人はいないですよ、うん、まあ、言ってしまったらその日本人誰だって似合わないことになるんですか、まあ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 、俺は似合うけど、ね、最終、うん、なるほど、うん、申し訳ないけど既製服を着られる感が、解消で、でも最近の既製服も結構サイズあるからな、うん、だからタイトめが多くなってきてるやろ最近、ええ、うん、そうですね、ダントツで多いですね、うんうん、だからイージーオーダーでもパターンオーダーでもそれもあんまフルオーダーでも金銭でいいと思うよ、うんうん、俺はフルオーダーやから 100% のかっこいいものができるとは思えへんから、うんうん、やっぱり今流行ってるパターンを元にコンピューターデータ化されたやつである程度のサイズを合わせていくっていうことも、うん、かっこいい一つやからな言うたら、うんうんうん、だからこれはもうガリガリとかおデブちゃんでも全然問題ないんじゃないですか、そうですね、ね、うん、金銭で短足も補えますよ、うん、はい、うん、だって高い靴履いて、うん、裾長くしたらええやん、そうですね、その代わりな、うん、部屋に履いた時にちょっと縮むで、うんうん、まあ、女の子なんかそれのプロやんか、武装ですね、かかとある武装ですねってね、お前、ええ、ほんまそうやろ、女の子なんてめっちゃごまかしよんか、はい、そうですそうですそうです、俺より背が高いんスラッと、ただ床上がったら、お、床上がることないけどあんまり、あ、はい、例えば
部屋、あの部屋入った時とか、もう飲みの座敷にしましょうか。あ、飲みの座敷とかめっちゃちっこいなやつだよ。俺よりちっこいなやつ見たら、こんなブーツ、ブーツというかあのヒールみたいな、ヒールとかね、最近いろんなヒールがあるやろ言うたら、うんうん、でも男ってなんかあれがもう逆に恥ずかしいと思う人多いんじゃないの多分。女の人って堂々とあれで売ってるやんか。そうですね、あ、このヒール買わへんとか、うんうんうん、でもっと何ていうか普通のスニーカーでもそこが、はい、上がったりするやつとかあるやんか。あれもファッションの一つやから、うん、男の人でも全然恥ずかしいと取り入れていったらええと思う。そうですね、うん、そうやろ、はい、うん、その時に割り切れるかどうかやから、うんうん、そりゃはって言えるかどうかやんか。そうですね、はい、うん、なあ、うん、そのまま閉じこもっとったらコンプレックスをずっと持ったまんまで終わってしまうことですね。うん、だよね、こうやってこう背が高いふりしててこう部屋入って、うん、もうピッて縮まんねん。うん、俺ほんま、俺のほんまはこんなんやねんって言ったらええやんの。それでも俺でもいいんか言うたらええやんか別に。俺もだって身長低いやんか。身長167やねん俺ね、はい、俺嫁が170やん。あ、そうなんですね。そうやねん。俺ヒール履いたら俺より完璧高なんねん。もういいその時点で高いやん俺より3センチ。すごいぞお前、宇宙人に連れ去られたみたいなのが。だからあいつもヒール履けへんねんけど、あ、俺も全然 OK やからな。それでもう履いてくれてもええ言うてんけど、あいつ気使えよね。うーん、気使われたらめっちゃええやん俺。あ、逆にね、本部長らしいですね。よく言えば立ててくださってるんでしょうね。おお、身長が高く低くあって俺困ったことないから、うん、ああ、うん、なるほど。おおおおお、それで全然な、それ高く見せようと思ったこともないもんな、うんうん、それやろう思ったらな、なんていうかな、ブーツ履いて、ちょっとジーパンとか長めのやつ昔は履いとったけど、はいはいはい、ね、もうめんどくさなるやろ、言うたら、作ると、でも作ることはできるって、そんな補うことは嫌やったら、うん、嫌なもんはしゃあないねんか、それがコンプレックスって言うねんから、うん、そうですね、うん、それはもう言うてくれたら、もう全然補うことはできます、うん、うん、そんなもん、まあ、難しい話じゃないっすわ、はい、はい、おか、もう次あんのか。以上なんですよ。マジで本当。でもあれな、大体値段とあれのこと書いてあるやろ。そうなんです、うん、やっぱり基本はその値段と、まあ、最初にオーダースーツ作るとしたらその どこで作ったらいいですかみたいな、うん、東京だったらここみたいな、うん、あ、九州とかだったらここがいいんですかねみたいな感じの質問はやっぱり多いですね、すごく、うんうん、でもあれやな、これ例えば金額外で、まあ、例えば20万円のスーツ買うんやったらどこがええかとかやって、まず買うてみたいのにな。ああ、そうですね、うん、実際にね、うん、だってそれは、ね、人の主観って分かれへんもん。分かんないですね。そうですね、結局答えくれた人の主観と結局自分が思うこと違いますもんね、うん、そう、肩にはまるかはまれへんかでも、そうですそうです、服好きの人ってもう基本的にはもう気づいた服着とるやろ。ええ、だからこういう質問してくる人ってやっぱ失敗したくない人やね。ああ、うん、初めてのオーダーやからっていうなんか変なプレッシャー、そう、なんかあるんですよ、構えてるんですかね。いや多分そうなんやろな、うん、難しいやん、その人 あのファッション性っていうのも全く分からん中でインターネットで問い合わせして俺に合う服ってどれやろうかとかを尋ねるっていうのは難しいことやけど、うんうん、見てもないのにね。ああ、でも俺の方が絶対答えるわ、うん、そうなん、うん、間違ってるけど、うん、いえいえ、うん、でも結構あるやろこういう。そうですね、もうこうなったらとことん答えていただいて、うん、俺あれでもう分からんこと絶対言えへんからな。もう口つむもん、うん。たまにちょっと NG ワード入ります。はい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 、黙秘されるんですね、うん、もう店の名前とかいろいろ書いてあるからな。そうなんですよ、大体こことここで考えてるんですけどどっちがいいですかみたいな、結構コア、うん、際どい質問がありますけどね、うん、まあ言うてもな、イージーオーダーっていうのを日本の縫製工場っていうのはそんなめちゃくちゃあるわけじゃないから。そうですね、うん、まあ大体まあ、分かるんやろうけど、うん、まあ一回要はその工場がよくても仕立てがよくてもその売ってる人がどうかっていう話になるからな、うんうん、そうですね、ええ加減なやつおんも、うんうんうん、分かりますわ、俺もやけど。いやほんまほんま、ほんまにええかげんやつおんで、あ、そうっすね、そうっすね、しかもそんな人いますね、さーせーみたいな、なんか豆腐売ってるみたいなやつだ。もう豆腐売ってんの。まあまあなんていうの、まあうちに来てもらった質問じゃないですけど、なんとなく答えてみました。今日は、どうも皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。オーダースーツ M2 プラント、フライデーフットボールスタジアム。
毎週金曜日夕方2時35分ぐらいから僕西川大輔が FM802 で担当しております。で、M2 プラントさんと一緒に、まあ、いろんなそのスーツとサッカーを交えて番組を届けてますので、皆さんぜひ聞いてください。よろしくお願いします。